長の第2ラウンド、延長の第1ラウンド、4つ目のラウンドでも決着はつきませんでした。延長の第2ラウンドです。ついにフルラウンドの戦いになりました。序盤はこの試合草津が先手、仕掛けていきました。ただ徐々にこのクロスアームローキックが効いてきたんです。草津の出足が止まってきました。ただ草津手を出すことはやめず、青いグローブの草津はパンチを出していった。両者ともついに通算で5ラウンド目に入っています。左右のローキック、今度はアッパー、草津が止まった。クロスアームが打っていく。あのね、草津選手はね、やっぱり休んじゃダメですよね。休んではいけない。そうないと、37歳の黒沢選手の押し込んでますからね。そうですね、前に出ていってるのは黒沢選手ですね。年齢差は実に14歳あります。だから草津選手はまっすぐ下がらないで回り込めばいいんですよね。なるほど、ただどうしても黒沢のプレッシャーに押されるのか、まっすぐ下がってしまう。やっぱ黒沢選手下から来ますから、抱え込みたくなるんですよね。はい、あとどうでしょう、ちょっと草津が抱え込んでの膝にこだわりすぎなところはありませんか。そうですね、回り込むことを覚えないとダメですね。はい、このね、胴が徐々に効いてますよ。どうです、この黒沢のローキックというのはかつて相手の足の骨を折ったこともあります。黒いトランクス、黒沢博樹、伝説対伝説の遺伝子。ロウです、またもや鈍い音だ。膝から先が鞭のようにしなった黒沢のロウ、前蹴り、追い込んでボディー、ロウ、赤いグローブ、黒沢のロウからパンチ。草選手ロウ嫌がってますね。はい、マウスピース持ちました。黒沢選手の気迫はすごいですね。なんとしてでも勝つんだというね、これほど自分のロウをもらってなぜこいつは平気なんだろう、そう黒沢は思っているかもしれません。さすがにあのアンディ・フーガー、グレート草津はすごいタフな男だ、絶賛されています。草津が押し込んでいく、草津が距離を取ってパンチを打っていく。両者の背中、そして全身に汗が光ります。ロー、またもやローです。おそらくこの道着の下で草津の太ももは赤く色が変わってるんでしょう。そうですね、さあ左右のコンビネーション、草選手はね、やっぱ掴まないで打ち合えばチャンスあるんですよ、それを掴んじゃうと、やっぱ黒沢選手がやっぱ押し込まれますから、どう効いてくれますよ。止まった、草津の下半身がもう使えないのか、まもなく手元の時計でこのラウンド残り9秒になるところ、黒沢が打っていく、やはりこのラウンド、通算第5ラウンドにして、黒沢のパンチ、そしてローキックが非常に鈍い音を立てるようになりました。さあここでついに通算3つのラウンドを戦い抜いた両者です。素晴らしい試合でしたね。はい、いよいよ判定です。延長2つのラウンド、通算5ラウンドを戦い抜いた両者、10対9、赤、黒沢ひろき、黒沢に1票、大森の勝利、10対9、赤、黒沢ひろき、黒沢ついに3つのラウンドを戦い抜いて、ついに勝利を手に入れました。黒沢ひろき、いやー、本当に頑張った。そして何よりもこの黒沢ひろき、見事な見事なあの角田戦の接触を果たしました。